元素っていうのはまあまあピカチュとかそういう感じなんと、ねまあ、にこれによって世界の見え方っていうのがまるっきり変わったわけなんです、まあ、この2つの酸素って言葉これの違いわかるかなっていうこの動画は元科学大嫌い高校生だった僕が苦手な人にもわかりやすいように寄り添って教科書レベルをしっかりマスターできるように制作した講義です。 またこの講義には何ヶ月もかけて本気で作った超ガチテキストが付属しておりますテキストを使わないとこの講義は進化は発しません本当に使わないともったいないぜひご準備ください詳しくは概要欄をチェックはいどうもこんにちはコメラチャンネル俊介です今日は単体化合物元素のところに入っていきたいと思います前回は身の回りにあるものはほとんど混合物だよねとそこから純物質を取り出してきましたよ次回はこの純物質に関して見ていきましょうね っていうう話をしたと思うんですけれども、まあ、その前にですねちょっと前提となるお話として原子とと元素についいいいててのお話をしていきたいと思いますこれから話す原子と元素の話はまあなんかすごい基本的なんだけどなんかまあ分かってないとごちゃごちゃになったりすることがあるのでちゃんと理解しといてほしいんですけれどもまず原子ね原子というのは物質の最も基本的な単位粒子の一つであると。 1> 第一項でまあ科学っていうのはつぶつぶで世界ができているよねってことをベースにしているっていう話をしたと思うんですけれども、まあそのつぶつぶがまさにこの原子というものです。でこれは千八百三年ドルトンによって発見されます。逆に言うとドルトンが発見するまでは原子っていうものはなんか認められていなかったわけですね。 原子論の考え方自体はすごい昔からあるんだけど立証することはすごく難しかったなんでだってもう目に見えないレベルの小さい話だからそれを、ね、突き止めたドルトンは、まあ、本当に今後のその後の科学史に大きな影響を与えたっていうふうに言えるんだけど、まあ、本当にこれによって世界の見え方っていうのがまるっきり変わったわけなんですよこの世の中には、まあ、たくさんの物質があると思うんですけれどもそれはどうやらなんか原子レベルで見るとそんなに種類多くないなってことが分かってくるんですねでその原子の種類のことを元素って言います 種類のことなんですねだからこれ混同しないようにしてくださいほ、まあ、本当に何だろうなだから原子っていうのは粒そのものなわけですねで元素っていうのがこの粒の種類のことだイメージで言うとポケモンだったとしたら、まあ、なんか元素っていうのはまあまあピカチュウとかそういう感じなわけですピカチュウっていっぱいいるでしょ別にピカチュウっていうのがあったらもうその中にものすごいいろんなピカチュウがいるわけですよでなんかピカチュウそれぞれのことを指してまあ原子っていうんですね例えばまあサトシのピカチュウとか サトシのピカチュウ、あの一体みたいな。あれ他にもなんか別のピカチュウがいますみたいな。じゃあその一体一体のことを、まあ、なんか原子と呼んでいるみたいなね。で、このグループ、いろんなピカチュウいます。それをひとまとめにしたもの。それが元素です。だこの辺ちょっとね、混同しないようにしてください。元素っていうのは元素記号で表されるよと。アルファベットですね。だ窒素だったら N。酸素だったら O。水素だったら H。 みたいな感じでアルファベット1つで表すこともあれば2文字で1セットみたいな大文字と小文字で1セットにして表すパターンもある例えば FE 鉄とか CU 銅 AU 銀みたいなねんかそんな感じで記号でその元素っていうのを表すよそんな感じの大前提を押さえたところで次に単体と化合物の話を見ていこうと思います前回混合物から純物質を取り出してきたところで話は終わってましたね 苦労ししてて分離してきたわけです純物質をでこの分離してきたやつの中にもまあいろんな種類があるわけですよ例えば酸素がいますねとか要素がいますね窒素がいますねみたいなこんな単純なやつらばっかりじゃなくてなんかこう H2O がいますねとかなんかこういうのも含まれてたじゃないですか CH3CH2OH エタノールもこれ純物質ですよねとかまあそんな話あったと思うんですけれどもまあこいつらちょっとまあねなんか見てみるとどうやら 違いがありますねなここで分けたときにどうやら文字が1種類でできてる1種類の元素でできてるやつとなんか2種類以上の元素でできてるやつがいますねこれはちょっとなんかもうちょっと細かく分類できそうだということで、まあ、この上のやつらっていうのを単体下のやつらを化合物と言いますこれは名前分かりやすいよねこいつだから1種類の元素でできてるから、まあ、単体に乗り込んできたぞみたいな感じで。 でこいつはいろいろ化合されて混ざってるよねみたいな感じで2種類以上の元素でできてるやつらこれをまとめていきますまず単体1種類の元素からなるこれだからここにいるやつらみたいにまあ1種類の元素からなるやつらだよとでこの下のところですね化合物2種類以上の物質からなると。 これによって物質をなんか何段階か細かく見ることが可能になったわけです。これ前の混合物純物質のやつとちょっとまあ混ざらないようにしてね。そもそも世の中には物質があるよねと。まずは物質がありますと。まあ、物質って何だって言われたらもうこの空間内に存在しているもの質量があるもの幅をとっているもの、まあ、そんな感じで世の中にあるこの物質ってのはまず分けられる。これがまあなんか混合物と純物質に分けられるよねと。 下が化学式で表せるようなやつで上が化学式で表せないようなやつ空気とか海水とかなんかそういうやつら岩石とかね純物質が、まあ、水とか水素とかなんかそういうやつらだったで今回はこの純物質を2つにわけたのね純物質の中でも単体と化合物があるよとこういう構造になってるっていうのはちゃんと整理しといてね でまたこれで単体なんか O2 だみたいな感じで文字1個のやつが出てきたよしたらそれぞれを研究しましょうかみたいな話にまたなってくると元素ってどんな性質があるんだろうなそ,れそもそも原子ってどんな感じなんだろうなみたいな感じでこれから話が深くなっていくわけだねちなみにここで一つ注意点なんだけどこの単体と元素これなんかちょっと混ざりやすいので注意ですこれ何かっていうとこの単体の 名称っていうのは元素と同じものを使ってることが多いからなんか分かんなくなっちゃう時があるのね酸素って言った時にそれが元素のことを言ってんのかそれとも単体のことを言ってんのか分かんなくなると何言いたいかちょっと説明するために今から2つの文章を書くからその文章の中で使われている酸素っっっててて言葉ののの使われ方の違いいいうのをちょっと認識してほしほこの2つの文章があった時 これれ実はそれぞれどっちかかがが元素どっちち単体の意味で使われてるんだよねちょっと考えてみてほしいんだけどこのね、まあ、上実はこれ答え言うと上は元素で下はこれ単体の意味で使われてる水は酸素と水素でできているっていうのは単に H2O っていうのがあった時にこれだから水素と酸素でできているよねっていうこの原子の種類の話しかしてないでも下側はなんちゃらしたら酸素が発生したよってこれ気体の話をしてる わわーってて物質の話をしてるわけだね単体じゃなくて化合物だったらこんなことはならないわけよ。なんか H2O とかいって混ざってた場合にかこれは水じゃん。水って言ったらこれ元素っていう可能性はないね。これエタノールがありますってなってこれエタノールって言ってなんかこの元素と勘違いすることはありえない。でも単体の場合はちょっとなんかごちゃごちゃする場合があるから気をつけましょうっていう話でした。今回回ははここんな感じですで,次回はですす次ねまあこの単体 がいろいろ出てきたと思うんですけれどもこの単体についての、まあ、性質をねもうちょっと詳しく見ていこうかなっていう感じですそんな感じです最後まで聞いてくれてありがとうございますここ未来でアプリを作っちゃいましたなんとここ未来の全講義は広告なしテキスト付きで見れるんです YouTube よりアプリの方が先に更新されるので待ちきれない方は要チェック留学だらけの YouTube から卒業し魅力的な関連動画やバズらしい広告に時間を奪われることなくスラスラ学習を進めましょう ダウンロードは概要欄から。